打点の活躍、ウォーカー選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは試合の均衡を破る移籍後初アーチを振り返ってください。Yeah, it felt great. You know, both my grandparents, my grandma, and my granny, grandma, they're both together today, so it was kind of special. So I wanted to do something cool for them, and makes it even better we got the win. おばあちゃんとお母さんのために今日は、打ちたかったので、で打ててすごく良かったです。そしてベンチではチームメイトからたくさんの祝福を受けていました。あの時の気持ちを教えてください。Yeah, feels great. You know, it's a great group of guys. You know, they've been very welcoming, and I feel very good to be on this team, and I'm happy to be here. So, just want to keep winning more games with them.そうですね、最高のチームメイトたちに、たくさんの、ハイファイブなりハイタッチなりいただけたのですごく嬉しかったです。今日は日曜日ということでピンクのバンダナをつけてのプレーということになりました。先ほどおじいちゃんとおばあちゃんにという話ありましたけれども、どういった思いがあったんですか？Yeah, so Sunday pink, and again, it's for my granny and grandma, both of them back home. Hi. So yeah, just again, wanted to do something cool, and hopefully we can hit more home runs more days than Sunday, but Sundays are special. ひいおばあちゃんとおばあちゃんのために打ちました。で、おばあちゃん、ひいおばあちゃん、こんにちは。さあこれでチームはオリックスに2勝1敗勝ち越し、そしてあさってからは本拠地での開幕戦ということになります。そこに向けての意気込みをお願いします。Yeah, so home opener. I'm super excited. Love the fans that came out here to Osaka. Thank you guys. But just super excited to get to PayPay Dome and just hopefully, you know, go out there and get more wins.大阪まで来てくださったファンの皆様へまずありがとうございますと、で、ペイペイドームで、皆さんの前で、全力でプレーするのが楽しみです。ナイスバッティング、ウォーカー選手でした。ありがとうございました。放送席どうぞ。まあ、今日は先制ホームランと、ね、追加点もたらすヒットという2打点ではありましたけど、はい、まあ、先制ホームラン、ね、あそこで大事なところで打てたんで、はい、まあ、本人もほっとしたところが一番、まあそうでしょうね、大きいんじゃないですか、はい、新しいチームで ね期待されてるのもひしひしひしと感じでしょうしね、はい、そのウォーカーがイーロインタビューに答えました。まあ、本当オープン戦でも5本ホームラン打ってね、はい、昨日おとといと、まあ、1戦2戦と、うん、なかなか一発が出ずにという感じだったんですが、うん、そうですね、今日はね均衡を破る先制のホームラン、センターバックスクリーンに持っていきました、うん、まあ、今日はそのホークス一発の力もありますが、やはりシュートの機動力というところもね、